皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。明日から3連休ですね。山の日、そして土日祝日を挟んで3連休となります。皆さん、いかがお過ごしになりますでしょうか。旅行行かれる方も十分にですね、気をつけていただいて、健康管理ですね、熱中症対策、など、あと夏風邪にも気をつけていただければと思います。で、今日の動画に関しまして、こちらの先日ですね、決算発表の注意点について、まあ、中決算表についてですとかお伝えをさせていただいたんですけれども、まあ、もうちょっと知りたいというご意見、ですね、コメントいただきましたので、こちらでですね、翌日、つまり翌営業日に決算内容を受けた、まあ、ギャップアップですとか、ギャップダウンですとか、ありますよね。注意点をさらに付け加えさせていただこうと思います。まあ、翌営業日用の対策、どれもいいんでしょうかね。最後までご視聴いただけたらと思います。なお、この動画ですね、まあ、いいと思ったら、いいねボタン、押してください。あと、コメントですね、おいただけたら幸いです。また、翌日用のですね、注目銘柄、有望株ですね、このメール配信、今無料で行っておりますので、まあ、銘柄選定がなかなかうまくできてないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてください。毎日、毎営業日ですね、翌営業日用の銘柄を無料でですね、メールで配信をしております。まあ、今がチャンスということでですね、登録がまだの方は今すぐこちら概要欄リンク先からクリックしていただいてご登録ください。メールアドレス何でも構いません。フリーアドレスも構いませんのでご登録いただければそのアドレスに毎日毎日配信をさせていただきます。では今日の内容を見ていきたいと思います。昨日決算内容を受けた銘柄結構今日多かったですね。昨日の決算発表銘柄だけでもたくさんありました。400、こちらですね。昨日だけでも415銘柄。そしてその、まあ、場中決算発表、銘柄も含めてですけれども、今日の朝反映されていますよね。特に3時以降の銘柄に関しましては、まあ、今日の朝反映されております。だから、ストップ高で始まる銘柄もありますよね。こういうふうにギャップアップでスタートする、無理輸送機ですとか、これ冷やしになりますけれども、ギャップアップスタートしてから売りに押される銘柄。こういうの空売りで狙うというのもありです。あとは、昨日決算あったサンアスタリスクですね。ギャップアップスタートして売りに押されることなく上げていった銘柄。こういうのは買い戦略で見るのもありですし、まあその前にチャートの形崩れているようであれば、そもそも対象外にするという選択肢もあります。あと日経採用銘柄ですと、こちら、ストップ高つけましたね。日本板ガラス日経採用銘柄昨日の決算発表を交換しての買いと。なっております。739円プラス 15.64%。剥がれそうで、なかなか今は剥がれないですね。朝、何度か剥がれましたけどね、ストップ高ということで。こういう銘柄ですね。まあ、崩れたら売るのもありです。あとは、日産東京販売。これも昨日の決算内容を受けて、ギャップアップしている銘柄ですね。あと、インペックスもそうですね。ギャップアップ後、一段上げていっています。まあ、ホンダもそうですね。ギャップアップ後、今、上髭、陰線をつけております。まあ、このようにですね、決算内容を受けた売り、決算内容を受けた買いが入ると。で、今日ですね、実は、まあ、場中決算発表を含めると810社ほどあります。これは松井の、まあ、クイックが出しているものになりますけれども、810社。今回の決算発表の中で一番最も多い日になります。で、これが翌営業日の朝ですね、反映されるということで。まあ、例えば、悪材料で、まあ、悪材料で尽くしてギャップアップスタートする銘柄もあれば、情報修正、増額と出しても、織り込み済みで一気に売りに押されるケースもあるということになるんですね。これも翌朝の、まあ、PTS の状態ですね。8時になったら気配値表示されますので、8時になったら気配値見ていただいて、ああ、こんなにどうしよう。下げているですとか、こんなに上げているという銘柄、下げている銘柄へは買いは NG です。落ちているナイフを掴んではいけませんので、上げている銘柄であれば買い戦略、もしくは崩れたら空売り戦略。というのはありです。で、あと時間ですね。場中決算表についてもコメントいただきおりましたけれども、場中決算表の銘柄ですと、このように表示されます。まあ、3時ですとか、あとはまあ4時ですとか、いろいろありますよね。で、これ見るのにですね、普通のサイトだとわからないという方もいらっしゃるようですので、無料で見れるものもあります。それは、まあ、一応この有料のやつ、クイックですと、このような感じですね。今日の決算内容。あります。10時、デリカフーズから始まって11位、トラ建設ですとか、ランサーズ11位ですとか、東洋ゴム、東洋タイですね。などなど11時。まあ、場中決算発表ですね。あと1時以降もあります。まあ、こういうふうに動いている銘柄もたくさんあるわけですね。今日の2時もたくさんあります。
デイトレの適正銘柄も中に入っている銘柄もあります。あとは3時以降の銘柄がまあほとんどと言ってもいいですね。まあ、こういう銘柄がありますが、まあ、こういうの見るのは無料ではなく有料になっていますので、例えば、そうですね、無料で見れるのであれば、こちら、トレーダーズウェブとかいいですね。これ無料で見れますのでね、10時、11時、ちょっと広告は無視していただいてですね、このように見ることができますので、これはトレーダーズウェブという無料のサイトになりますので、これ、まあ、興味ある方は、有料ではなく無料で見ることができるということで、チェックしていただいてもいいのかなと思います。これも参考にしてください。で、今日の内容としては、まあ、中決算発表についても今解説しましたけれども、主に大引けですね、3時以降の決算発表を受けた銘柄が、翌営業日どうなるのかということで、まあ、このように動くとなっておりますね。こういうふうに、まあ、ギャップアップ、ですね、先ほどお伝えしたのをもう一回振り返ってみましょう。ギャップアップスタートして、買いのポイントがあれば買うんですけれども、買いのポイントなく売り崩された場合には、まあ、空売りということで、このようにですね、見ることも可能となります。まあ、売りのポイントがなければ売る必要もありませんし、買いのポイントに合致したら買うということです。まあ、例えば、対角線の流れもいい状態の銘柄だと見ればですね、これちょっと良くないですけどもね、いい状態と見た場合には、開けた場面を拾うというのもありです。あと、場中ですね、ボリバンキュッとなっていて、開けた場面ありますよね。まあ、こういう場面も買うのも選択肢としてありますし、あと、板ガラスのように、ストップ高で張り付いてから、例えばその後、今日5番ですね、売り崩されることがあれば、それを売りで狙うのもありです。まあ、代表的なのは今、数銘柄ほどですね、昨日の決算内容を交換して、ギャップアップしたものだけ今抽出をしておりますけれども、まあ、例えば日産東京販売ですと、このようにですね、ふんわしてみたときに、まあ、買いのポイントがあれば買う。売りのポイントがあれば売るというところになりますけれども、この場合には結構上値の重い銘柄となりますので、1本崩れたら売るという選択肢ですね。これもあります。まあ、無理に買う必要もありませんので、まあ、インペックスであれば、まあ、小数点があるのでデイトレードとしては不向きの銘柄ではありますけれども、板が4桁から5桁ありますので、資金力のある5000株以上ある方であれば、まあ、デイトレやっていただいてもですね、悪くはないかなということで、まあ、例えば、噴話してみるとですね、この上げた場面ですね、まあ、スラストアップを買いで狙って、この場合は利益確定、皆さん利益確定となります。あと、他の銘柄、そうですね、まあ、例えば、ホンダ、これもそうですね、昨日の決算内容を受けての今日ギャップアップとなっております。昨日は良かったですね。決算内容は良い部分と悪い部分がありましたけれども、営業利益は 77.5% 増。まあ、ホンダに関しましては、来月9月30日をもって株式分割3分の1になりますから、3分割されます銘柄ですけれども、まあ、今のところ良い状態となっていますね。これも決算発表翌日の動きになる。でこれは3時に決算発表でしたから、昨日の3時でしたから、今日の朝に反映されているということになります。十分に皆さんこれもしっかりと注意して見るようにしてください。で、この流れがですね、良ければ明日またさらに上げていくようであれば、また買い戦略で見るということになります。まあ今日は売り崩される場面もこのようにですね、出てきておりますけれども、まあ揉んでいますね、今のところですね。まあこれを取っていただくということになります。売り崩されたらこれを空売りでまた狙っていきましょうということになります。また逆にですね、上値が軽くなって、今度トレンドが切り替わって、ふんわして買い戦略になった場合には今度は買いということで、まあ、売り買い両方で見ることができると。で、空売りができない銘柄も中にありますのでね、そういった場合には買い戦略のみで見ていただきながら、まあ、ストップ高つけた場合にはもうその銘柄はトレード対象外として見ていただくようにしてください。まあ、結構難しいこともですね、お伝えしたかもしれませんけれども、決算発表を受けた翌営業日、まあ、翌日ですね。今日、木曜日で行った場合には、まあ、明日が祝日ですから、月曜日に今日の3時以降の決算発表、銘柄は反映されますよということになりますので、これもしっかりと、特に初心者の方はですね、覚えておいていただければと思います。まあ、ギャップアップからスタートして、あ、なんだろうと思って、買った方、高値を掴んで、そのままストーンと売りに押されることもあります。まあ、例えばこういうストップ高つけた銘柄で崩れているのもあります。具体的にはこういう銘柄です。これもそうです。ストップ高つけて下げてます。これ決算関係なくっていう銘柄も含めてお伝えしていきます。これもそうですね。サイバーバズ。サイバーバズは昨日の3時の決算発表です。で、
ギャップアップスタートしてストップ高つけたけれども、例えばストップ高付近で買った人たちはもう大きな損失となっておりますよね。1500円台で買った人たちがもう100円以上下げていると。でここで例えば1000株拾った場合にはマイナスとなるということ、これも気をつけていただきたいですね。まあ、他にもこういう銘柄もあります。9337トリドリ、この決算内容を交換してストップ高で寄り付いたんですけれども、結果的に大きな陰線です。今買い戻されてますけれどもね、大陰線をつい先ほどまで出していたということになります。まあ、このような銘柄に高値を掴んでしまうことはないようにしてください。十分に注意するということになります。今日の内容は、まあ、初心者の方に向けた決算発表日の翌営業日の朝の対策ということでですね、お伝えをさせていただきました。具体的な銘柄も使って解説をさせていただきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。注意してください。今日の動画の内容が参考になったという方はぜひいいねボタン押してください。あとコメントですね、コメント欄に一言いただけたらと思います。参考になりましたですとか、よかったですとか、知ってるよでも構いませんので、コメント一言いただけたらと思います。それでは有意義な3連休を過ごしていただいて、月曜日からまたトレード頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では失礼します。